お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人、お守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能した。満足しましたら帰ります。父上、生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておった。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。わしはあの巫女の力を留院を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。はい。おき主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が。たたっ。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ。お主、愛想はまるでないな。
不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我薄い右近在へ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。黒様、久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。健一郎殿。そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。参る。しまいとしよう。俺がアシナを生かす。
俺は結局何もできなかった。だがリュウインがこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ、お主を斬るぞ。おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、武士たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。
おそばにおります。竜の涙を。最後の節を成敗いたす。人として生きてくだされ。行かれるのですね。はい、私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。我が忍びがそうしてくれたように。エマ殿にもお世話になりました。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。
さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。